これがメダルを取れなくてもフィギュアスケート界で頂点に君臨し続ける理由なのか。北京五輪フィギュアスケート男子日本代表の羽生結弦27が20日に行われるエキシビションの公式練習後にスタッフの整氷作業に飛び入り参加。懸命に手伝う姿を海外メディアが心温まる光景だと称賛している。前日の記者会見でも記者に気を使う姿から多くの海外ファンから称賛の声を集めていた羽生結弦。今回は20日に行われたエキシビジョンでの羽生選手の姿を国内の反応や海外メディアとともにお伝えいたします。北京五輪は20日フィギュアスケートのエキシビションが行われ、男子シングル4位となった羽生結弦が出演。後半21番目のプログラムでリンクに現れ、北京最後の前に海外のファンも酔いしれた。大きな歓声に包まれ登場した羽生が演じたのは春よ来い。美しいピアノの調べに乗せ、高さのある3回転アクセル、氷を張るようなハイドロブレーディングなどさすがの技術を見せた。ステップ、スピンを含め情感たっぷりなプログラム。滑り終えるとため息にも似た歓声と拍手に包まれた。羽生は幸福感に満ちた表情でそれに応えた。しかもこれだけではなかった。19日には公式練習が行われ、羽生は入念にリハーサルを行っていたのだが、練習が終わり会場を後にすると思いきや、リハーサル後に羽生が率先してスタッフと共に氷を修復してくれていたと海外メディアが報道。他の選手たちは控え室に戻っていく中、スタッフやボランティアと共に一生懸命整氷作業を行っていたのだという。まずはスケートリンクを撫でてから氷を入れるスタッフにとても温かく感謝し、みんなで氷を入れる道具を手に取った。アイスリンクに立つと氷に傷がついた場所を確認した。傷の状況を見つけると氷の表面をとても真面目に修復した。羽生はバケツに行っては氷を数枚取りリンクの穴に詰める。プロのスタッフのように本格的に働いていた。作業が終わると自然とスタッフと共に輪ができ、ボランティアが羽生との集合写真をお願いすると、羽生はそれに応じて一緒に撮ってくれた。羽生の驚くべき気遣いが、スポーツマンとしての素晴らしさを体現するものとして大きな称賛を浴びている。今回の羽生のエキシビジョンでの演技や整氷作業への飛び入り参加については、海外メディアからも称賛の声が上がっている。ここからはその一部をご紹介させていただきます。米国新聞紙ザ・ソルトレイク・トリビューンのジュリー・ジャグ記者は、最大級の声援、羽生のためにある北京五輪、中国の地元紙環球時報英語版のグローバルタイムズのジェームズ・グリフィス記者は、羽生がリンクに立つと悲鳴にも聞こえる歓声、地元ファンは羽生を愛していると熱烈な人気を伝えた。中国からは特に熱いメッセージが多く寄せられている。中国版ツイッターウェイボーには羽生の今回の演技について多くの声が寄せられている。母が最近羽生ファンになり、会見の動画を見ながら、この子が私の息子だったらどんだけ良かったか、顔が綺麗だし礼儀も正しい、特に笑顔が愛らしいとずっとつぶやいてた。マジで羽生のファンのやめられなくなる圧倒的な実力、 EQ、 心の知能指数が高い、話上手、礼儀正しい、気配りの鬼、天使と小悪魔と天然の完璧な三位一体、完璧すぎて同じ地球人に思えない。北京五輪の選手村や設備、食事にイチャモンばかりつける日本のマスコミとは違って、滑りやすく飛びやすいリンクでしたと言ってくれた羽生結弦選手に好感を持った。会見が終わった後、出口までずっとお辞儀をする羽生は、もうさすがとしか言えない。常に
礼儀正しくて謙虚さを忘れないところが大好き。この中国の人々の羽生結弦への好感度の高さについては、海外メディアも政治と結びつけて大きく取り上げた。イギリスの BBC は、中国のネット民の羽生への声援がほとばしるという記事で、日本の過去と現在の行動には不愉快な部分もあるが、羽生だけは違う。彼はすごいというウェイボーでの投稿を紹介しつつ、羽生は日中のあらゆる緊張関係を超えた存在であると書く。フランスの週刊新聞クーリエ・アンテルナショナルも、日中の歴史を見ると、両国関係は必ずしも良好ではないが、羽生を応援するウェイボーのアカウントには、200万人以上のフォロワーがいることに触れ、中国で多大な人気を誇っていると述べた。海外の選手のには理由があり、海外の教育では、清掃や料理など、分野分野ごとに役割を明確に分けているため、例えば、今回のように、スポーツ選手はスポーツに専念し、清掃員は清掃に専念するべきとの考えがあります。だからこそ、日本の学校のように、生徒が教育を受けるだけでなく、掃除まで自ら行うことに海外は驚愕するのです。中にはこれを批判する国もあるそうですが、なので海外では掃除は担当者や業者がやるもので、自分たちがやれば仕事を奪ってしまうと考えが多いのです。日本の場合は古くは武士道精神から来ており、特に柔道や剣道などにおいては掃き掃除や雑巾掛けは必ず行うのも修行の一つとして考えられています。つまり使ったものに対して敬意を示すための行為であると考えているのです。羽生選手も特別清掃をすることを意識したのではなく、あくまでも自然にやっただけ。このような考え方を私たち日本人は忘れないで続けてほしいですね。